れ様です。無理なんだけど、もう頭回ってない。何お仕事ってごめんなさい、本当にもうやばい。お仕事お疲れ様、言い直した。お仕事初めて聞いたワードだよね。うわ面白い。ちゅかわいくてごめん、前できちゃってごめん、ちゅっとおたくてごめん、じゃよねこむかつじゃじゃまあん。今日は何曜日？ちょっと曜日感覚バグってるよ、わかんないよ。今日は木曜日か。明日が金曜日じゃなだね。ねえみんな気づくことないの？そっか、昨日は前髪上げてるから。あ、え、天才いるんだけど。そう、前髪切った。はい、天才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 じゃん、すご。そう、前髪切ったんだよね。知ってたら言ってよ。みんなす、え、わかる。なんか前髪切るペース早いよね。なんか伸びるのが早いのかな。昨日の夜ね、配信終わってから切りました。そう、ちょっと前にね、配信で切ってたんだよ、ラップしながら。あ、このラップじゃないよ、イオイオじゃなくて、食べ物のラップ。そう、あのサランラップ。うわー、あざできてるわ。なんか今痛いなって思ったらあざできてた、足に。そう、前髪切ったんですよ。気づいてくれてありがとう、嬉しい。ねえ大丈夫？え、なんか今机にちょっとぶつけちゃって、ちょっと痛かった。かゆっ。そうだよね、いつもさ、どっかぶつけるんだよね、本当に。やめてもらえ。机めんめめんめ。サランラップどうやるの？前髪切るときって目とか、あと顔につくじゃないですか。それを防ぐためにこうやってラップをペタってつけるんです。そうすると顔につきにくくなって前髪切るのが楽ちんになるんですよ。だけどデメリットがあって、汗かくし、
なんか鼻ピコピコなるからちょっとや私はおすすめしません。いつも汗かくんだよねちょっとおすすめしない。そう、息苦しいんだよね本当に。汗かくからそう本当に息でさ曇るんだよ。だからさ本当に見づらいしやめた方がいいと思うおすすめしません。そう、私前はまあ前って言ってもめっちゃ最近なんだけど、お姉ちゃんに前髪を切ってもらってたんですよ。私自分で切れなくて、はい、姉ちゃんにずっと切ってもらってたんだけど、最近自分でも前髪を切れるようになったんで自分で切ってます。どういうこと？ラップにサイン入り買い取り。そう、私成長しました。前髪を切れること、あとお姉ちゃんにやってもらってたのは髪の毛を巻いてもらうこと。髪の毛巻くのも私できなくて、で最近っていうかまあ高校生になって中学3年生の時からできてたっけ、髪の毛を自分で巻くようになりました。ちゃんとね動画を見れば意外とね髪の毛巻くのも簡単にできるんですよ。動画を見てそれ通りにすれば、だから意外と生きちゃう。そう、動画で学習しました。自分のヘアアイロンも買って自分でできるようになった。うん、この触覚もそうだけど、そりゃ前髪に入るか。あおちゃんね喉乾いてるよ今。だけど今日はねあの水筒もう飲み切っちゃったからね、今日はそれ登場してこないんだ。しかも今ここに飲み物一切置いてないから今日飲めない、脱水症状になりそう。今日バズーカないんだ、ごめんね。期待してた大人になる前に。ずっと子供でいたいよ。なんか歌いたくなってきちゃったじゃん。じゃあ歌うの後半にしよう。なー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 、今日はね9時半まで、9時半までなんだよね。入荷はいいと思います。え、そうでもない
可愛かった。もう無理ならいいの、星川さん。みんな疲れてない？まだ元気？私あれ、もう1週間の気分、間違えた、金曜日の気分。何、1週間の気分ってどういうこと？いや疲れるよね。っていうかさ、思ったんだけどさ、一番さ、月曜日がいっちゃん疲れるくないですか？だってさ、月曜日何でもスタートするじゃん。いっちゃん疲れる、マジで一番疲れる月曜日。今からバスに乗ります。そうなの？お疲れ様。月曜本当に嫌、何でも始まるもん、無理。やばい、あくび止まんないんだけど。なんか高校はなんかずっと時間割変わんないからわかるんだよね、時間割が。あ、今日この効果じゃん、効果。ね、ちょっと待って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 ください。私今日口が回ってません。何効果って、強化でしょ。やばい今日。大丈夫そう？世界の終わりを告げる。なんで世界の終わり？人生の終わりか。やばい、強化って言いたかったのに効果って言っちゃったんだけど。やばい、あし今日もう舌が回ってないっす。あ、もうやばいね、もう歌えないわ、歌えない、絶対今日噛む気がする。もう無理、もう歌えない。私あの教科って教科書の方、ずっと同じ教科だからね、何があるか分かるんですよ本当に。だから本当やる気がなくなる。あ、今日これあんのか、嫌だなってなる。赤パジャマ、青パジャマ、黄パジャマ、しゃ、言えたー。教科はね、まあ、ない。すべて嫌い、嫌になった、高校入ってからもう全部嫌になっちゃった、全部無理。早口言葉って3回言うの？じゃあもう一回3回言うね。なんだっけ、赤パジャマ、青パジャマ、黄パジャマだっけ。ちょっと待って、記憶がない。あ、オッケー。赤パジャマ、青パジャマ、黄パジャマ、赤パジャマ、青パジャマ、黄パジャマ。ねえ無理。赤パジャマ、青パジャマ、黄パジャマ、赤パジャマ、青パジャマ、黄パジャマ、赤パジャマ、青パジャマ、黄パジャマ。言えたよね。生麦、生米、生卵、生麦、生米、生卵、生麦、生米、生卵、生麦、生米、生卵。もう忙しい。なんもやもやもやって言えてない。ちいかわめっちゃ言いづらい。赤ちいかわ、青ちいかわ、黄ちいかわ、どういうこと？
赤チーカー、青チーカー、黄チーカーは、あ、でも意外といける。赤、赤チーカー、青チーカー、黄チーカー、黄チーカーって何？無理、早口。東京特許許可呼吸。いい、無理。東京、東京特許許可、許可呼、許可、え？許可局？いやー、東京特許許可局。え、無理なんだけど、ちょっと待って、無理。どうしよう。東京、やばい。保育園児みたい。これ0歳児？いや、0歳児は言えないか。1歳児？ 2 歳児くらい。東京特許許可局？だっけ？東京特許許可局。許可局、許可局？もう無理。早口ことは向いてない。いや、もともと滑舌が悪いんで、本当に無理だよ、早口言葉。東京特許、東京特許許可局、東京特許許可局、東京特許許可局、無理だ、東京特許許可局。あはは、こういう時はわらわら。オッケー、閉めた。漢字で、漢字でわらわら、どうでもよ。ちょっと待って、いい、ありがとう。そう、今日もねお風呂入ったんだよね。え、え、マジで2300人行ったの、知らない間に。やった、よかった、嬉しい。みんなありがとう。2300人行ったらしい。やった、念願の2300人、やったー。早口ことは頑張った、おかげ、よかった。努力は報われる。どういうこと。努力、たった今のが努力、おもろ。ありがとう、みんな。ねえねえねえ、新澤家はみんなフォローしてます。あ、でも私してないよ、さすがに、さすがに自分のフォローしない。さすがにね、自分のはフォローしません、自分で自分を。偉くない？自分、私フォローしてないんだよ、偉くないですか。普通さ、フォロワー集めたいから自分フォローしたい、するけど、私自分フォローしてない。え？今ハルクさん配信してるの？ねえ、棒読み。何それ、偉いって思ってないでしょ。え、じゃあ私はるはるるんさんの配信行ってきていいですか。これこれやめて。あ、いいの？じゃあ配信しちゃおう。
でもコラボ配信できますか。まあそれまだ OK されてないんだけどね。コラボ配信してみたいですね。誰か様と。よくチュンさんやってましたよね、花江さんとかと。やったことない。え、私ねギフトとか全然ないんだよね。あのこれがなくてポイントっていうの。私まだキラキラしか送れない。わらわら。ねえ、同期で誰かとコラボ配信したしたいっす。ああ、それなんか言ってたお姉ちゃんが、広告見たらもらえるみたいな。え、みんなそんなに気になるの？誰としたいとか。誰でもいいんだけど。正直誰でもいいんだけど。みんなでしよっか。無理に決まってる。え、だってさ、逆にさ、選んだ方がさ、失礼じゃない？かわいそうじゃん。だから、誰でもいい。エフェクトであるよね、こういうの。誰とだったら、ゆうたん。即答。即答。みんなと配信。なんか4期生だけど配信してみた。普通になんか公式とかじゃなくて、普通に楽々とリラックスしながらおしゃべりしたい。いや、でもそれもなんか渋滞してるから、あんまりあれか、おすすめしないか。お誕生日に最初に連絡をくれた人とやれば。え、それはるちゃんなんだけど。でも今はるちゃん、はるちゃんに会いたいです。もう会いたいってば。みんなも会いたいとは思ってると思うけど、私だって会いたいんだから。会いたい。2番目は確かさほちゃんだった気がする。さほちゃんかな。あ、はるちゃんじゃなくて違う方のはるねーです。西川はるなちゃんっていう子なんだけど、皆さんご存知？4期生ちゃんと調べてね。
はるちゃんの存在はでかいよ。はるちゃんがいないと困る。そう、四つ葉のクローバーのお姉さん、はるねえに会いたい。うん、会いたいよ。大阪行こうかな。そうだね、メリーちゃんも心配だね。本当にどうしちゃったんだろうか。なっちゃん会いたい。ねえ、はるるん、はるるんさん、お声さんですか。あっちゃんに会いたい。本当に？え？はるかさんですよね。え、あっちゃんに会いたいって言ってるんですか？え、本当ですか？それって嘘、デマとかじゃない？嘘情報じゃない？え、本当に？え、本当ですか？あ、今配信してるのは、いやだ、照れる。会いたい。もちろん会いたい、私も。え、何、会いたいって言ってくださってるんですか。いやー、いい。え、本当、今私の話してくれてんの。嬉しい。やばい。会いたいってさあ、ちょっともう何ですか。私も会いたいです。とても会いたい。ちょっと待って、今心臓バクバク中なんだけど。会いたいって初めて聞きました、先輩から。会いたいってやばくないですか。会いたい。いや、本当にあの、はるかさんには本当にあの、申し訳ないと思ってるんですよ。本当に申し訳ない。ひなたさん、本当にひなたさんも好きだし、あの、なんか申し訳ないです。本当に、でも本当にはるるんさんも好きなんですよ。本当に本当に、これは本当に本当に本当に好きなんです、うん、なんか別になんか2番目とかそういうの関係ないです。本当にみんな同じくらい好きで、皆さん本当に好きなんです。ラブにラブラブチュッチュなんですよね、本当に。はあ、何人推しかな DD。
どうなんだろう。3人。3人ぐらいじゃない。やべえ、鼻の穴開くと。いや、2人はまだセーフだよ。そうなんですか。じゃあお揃いにしようかなって思ったんだけど、ちょっともうお腹いっぱいなんです。バナナ食べてるんですか。ちょっと待って、見たい、めっちゃ見たいんですけど。みんな見たいよめっちゃ見たいバナナ食べてるんですか。かわいすぎません。見たいんですけど。みんないいね。二度で、まあ、見れてみんな羨ましい。びっくりした。ねえ、心臓がドクドクした。こっから音が聞こえたから。ちょっと待って、見せろ見せろ見せろ。なんかメイクがいつもと違う。お母さんのスマホ借りて見ちゃった。かわいい。なんかメイクがいつもと違いますよね。何か舞台とかありました。絶対あったよね。バナナ剥いてるほら、もうみんな可愛いって言ってる。ちょっと可愛すぎ。お、バッテリー、バッテリー 100% になった。みんな可愛いしかコメントしない。そりゃそうだよ、可愛いもですもの。ちょっと音上げていいですか。可愛いバナナ食べてる。可愛いごめんなさい、聞きたすぎて。ごめんね、なんかすごい静かな時間で、なんかすいません。あ、みんなこんにちは。コメントしてるねあおちゃんってあおちゃん可愛いって。ちょっと待って、はるかさんのルームで言わないでくださいちょっとちょっとみんなも、あおちゃんいいよ。なんかはるかさんにちょっと失礼だし。いいよ、みんな戻ってきなさい。カモン、みんな戻ってきて。みんなもういいよ、あおちゃんコール、あおちゃんコールはいいよ。みんな戻ってきて。もうあおちゃんコールいいよ。いるわよ、いるわ。ありがとう。おかえりなさい。おかえり、ありがとう、戻ってきてくださって。ちょっと怖いな、ずっとここにいるよっていやー、可愛かった、見れてよかった。
かわいい。キューティクルですね、本当に。ちょっと待って、かわいすぎて泣けてきた。え、マジで今涙目になってる。かわいすぎて。え、え、なに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 、急になんか涙出そう。なんか涙出そうなんだけど急に。え、なんでなんでなんで。え、不思議。なにこの現象。初見さんありがとう。え、なんで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 。え、私ってさ、本当にさ、情緒どうしたって話だよね。私急に泣くんだよね。なんか私よくあることで、なんか嬉しい時泣いちゃう時もあるんですよね。え、本当ですか？嬉しい。本当ですか？はるるんさんが、え、嬉しい。泣けてきちゃったよ。ちょい。それ絵文字でも言わないの。ありがとうございます。泣かない。私、私は情緒がおかしいんです。気にしないでください。本当に私は突然泣くから、気にしないでね。これはいつも言ってることだと思うけど、気にしないでください。本当に急に泣くんだよね私。どうと言ってもとか、本当にね、ごめんなさいね。ちょっとね、おんごやさんがかわいすぎて泣けてきちゃったの。ちょっと意味わかんないよね。充電器外そう、歌うから。いや、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょまちょまちょま、1,2,100,000。うー、ありがとう。ありがって、え、ありがとう。え、やだ。急に、え、え、びっくりしたんだけど。ありがとう、グッチさん。わお。何もしてないのに。嬉しい。ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。うん、涙サプライズってですね、本当にありがとうございます。幸せ幸せ。え、本当ですか？泣いたからタワーくれたんですか？なんか申し訳ないです。ありがとうございます。本当に嬉しい。ありがとうございます。なんか申し訳ないです。本当にありがとうございますね。嬉しいです。じゃあ歌っちゃおっかな。聞こえますかね。はいはい、聞こえるね。はい、じゃあ歌っちゃおう。
ちょっとさっき若干歌った大人を歌おう。はいはい、なんか言っちゃってね、ごめんなさいですね。はい、え、なんか最近おばあちゃん流してなくない？まあいっか。僕が僕じゃなくなるよ、嘘だってついてしまう。だから今は好きなように歩きたくなってきた。なんてくだ。こんな道入るもの何もないから、風は強いけど見晴らしがいいもんだ。行きたい場所へ行けると、今日まで信じてきたのに、それが幻想って気づいてしまった。世界はどこも立ち入り禁止、夢の終わりを何が待ってるのか知りたい知りたい。いつか大人になるんだ、嫌だって拒否しても、世間体を気にしながら立て前言うだろう。僕が僕じゃなくなるよ、嘘だってついてしまう。だから今は好きなように歩きたくなってきた。なあなあ、大切だと学校で教えてくれたよ。だけどそれよりも価値があるものって何？お金じゃ買えない幸せ、この世の中にはあるよね。それを具体的に聞いてもいいかい？理屈が少し矛盾し始めた。どこへを逃げるを聞き分けよくなって、咲いて咲いて、いつか大人になるんだ、嫌だって拒否しても、世間体を気にしながら立て前言うだろう。僕が僕じゃなくなるよ、嘘だってついてしまう。だから今は好きなように歩きたくなってきた。ずっと子供でいたいよ、現実を見たくない。汚れていく自分なんて絶望するだけ。僕はバカで構わない、賢くなりたくはない。ずるいことをするくらいなら遠回りさせてくれ。なあ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 
ぐつぐ。いて、ありがとうみんな様。お聞き、うん？まあいいや。ありがとう。本当ですか？ありがとうございます。私なんかさ、声がさ、なんか子供っぽいのがちょっとコンプレックスなんですけど、なんかそう言ってくださると嬉しいです。ありがとう、ありがとう。ありがとう。みんなチキチキラブリーちゃん。嬉しいな、そう言ってもらえると。元気100倍。青パンマンだぜ。新しい技？あそパソマソ。てか今何時なんだろう。マジでさ、時計がないからわからないんだよね。半だよね。もうすぐ19分か。ちょっと待って、早くない？もう1時間経ったの？まだだけど。もう20分なんだ。早すぎ。早くない？早い。早く一瞬の花火歌いたいな。何歌おうかな。なん、ねえ、アイスレモネードも歌いたい。初見さんありがとう。しゃべぴね、オッケー、歌う。しゃべぴ、やばいね、ちょっと今日早口、なんか早口になっちゃうのかなんとか知って、しゃべきって言っちゃったんだけど、私早口になっちゃうんだ。ちゃうとね、なぜ季節は気づかないうちに変わってる。街の景色もあなたたちの香りも着替えている。元気だったかい、何をしてたの。久しぶり、君らしいシャーベット、
じじでた鉄骨のビルが完成したのか。人は誰でも目の前のことしか見てないんだね。少し痩せたみたい、髪を切ったせい、大人っぽい。太陽とシャーレとピンク、あの海へ誘いたくなる。横断歩道駆け寄ってきた今でも好きな人と、やっとありがとうございました。スベピン衣装姿また見たいな。いつか着れるといいね。私がまた首出そうだった。今は我慢した。あおちゃんもう寝る時間まあまだ寝ないけど楽しみに待っててね。待っててね。良い子は寝る時間。やばい。ふう。寝ましてあくび出そうなんだけど、どうしよう。今めっちゃあくび出る寸前だった。だけど止めた。頑張って。止めた。ストップ。やばい、指が動いちゃう。無理だ。みんなを困らせる。やばい、笑って無理だ。あ、団長読もう。ごめんね、急に。団長読みます。やば
い、頭かい、頭やかい。やばいね、急に笑ってごめん、怖いよね、ごめんなさい。なんだなんだ、じゃあやめます。13位妄想貴族さん、ありがとうございます。12位名古屋の山上さん、ありがとうございます。11位村上さとしさん、ありがとうございます。10位ティラミス大福さん、ありがとうございます。9位なるさん、ありがとうございます。8位、あ、違った、やってる。8位ともさん、ありがとうございます。7位ゆうさとうさん、ありがとうございます。6位じんさん、ありがとうございます。5位まこちさん、ありがとうございます。4位まさぼうさん、ありがとうございます。3位めがねさん、ありがとうございます。2位わとちゃん、ありがとうございます。そして1位ぐっちさん、ありがとうございます。タワーもありがとうございます。ありがとう、嬉しい。ありがとうございました。またね、明日も夜だからね、よろぴく、よ、おやすみだね。皆さんお疲れ様、明日も頑張ろうね。バイバイ、おやすみ。